長嶋さんはね、私のお師匠さんなんです。何の師匠だと思います？憲法。未来に対してですね、日本の憲法が今対応できないところに来ている。安全保障が分かる、外交が分かる、子供たちの未来を大切にする経済が分かる、こういう三拍子四拍子揃った長嶋アーティストさんを、辛い人の気持ちが分かる、苦しい立場の人の気持ちが分かる、それが私は長嶋さんだと思っています。私はこの地域を任せられるのは、日本の将来、子供たちの未来を任せられるのは長嶋昭久を置いて他にはいないと思っているんです。いかがでしょうか。皆さん、もう初当選した時からずっと唱え続けてます。未来に誇れる日本というのは、未来に向かって胸が張れるような努力を今みんなでやりましょうということなんです。大変なご家庭をしっかり育ててあげる、周りで支援する、そういう仕組みを未来に誇れる日本人として作ろうじゃありませんか。皆さん